国道171号起点京都府京都市南区京阪国道口交差点国道2号との分岐兵庫県西宮市札ス寺交差点国道171号は京都府京都市南区から兵庫県西宮市を経由して神戸市中央区に至る一般国道である大阪二括市、茨城市、美能市などを経由し 阪大坂下をはじめ大阪府池田市の複数箇所で国道176号と交差し、稲川を渡って兵庫県伊丹市へ至り、西宮市を経て神戸市へ至る。しかしながら、兵庫県西宮市から終点、神戸市までは国道2号との重複区間である。全線が国土交通省管理の指定区間である。京阪神地域では西国街道、伊賀地と、 通称されている。高槻市から池田市に至る北接地域の区間は国道170号とともに大阪外環状線を構成する。ただし、1980年頃までは国道171号の街頭区間にも大阪外環状線の名称版が表示されていたが、交通情報などではもっぱら国道170号新線を大阪外環状線と称しており、 国道171号を大阪外環状線と表示するのはごく一部の地図のみとなっている。なお、池田市内には、新道と旧道の2本がある。一般国道の路線を指定する政令に基づく、奇襲点及び、経過地は次の通り。京都と神戸とを結ぶ道は、古代の山陽道にまで遡り、近世以降は、西国街道と呼ばれた。 どちらも京都から大阪を経由せずに直接神戸に向かっていた。明治18年内務省国時代6号国道表にて指定された国道3号東京より神戸港に達する路線も西国街道のルートをそのまま引き継いでいた。大正9年施行の旧道路法に基づく路線認定で国道2号東京市より鹿児島県庁所在地に達する路線は 大阪を経由するようになり、京都から直接神戸に向かうルートは一旦国道から外された。大山崎ジャンクション付近画像上部が JCT 京都府を特に分大山崎町茨城市、旗田から東はもともとは昭和初期に大阪府道、京都府道14号大阪高槻京都線と指定されていた区間である。それより西の区間は おおむね昭和四十年代以降に整備されており、工事、共用時期は、名神高速道路の方が古い。また、東の区間も、名神高速道路の建設時に並行して、再整備され、これらの区間は、名神高速道路を縫うようにジグザグに通っている。国道指定された当時は、整備されている部類の路線であったが、茨城市畑田高槻市いじりの区間は、 交通量の割に走行レーンが狭く、右折用のポケットが設けられていない交差点や、セパレート信号がない交差点も多い。一方で、見直しから、伊丹市にかけての区間は、立体交差の区間や、立体交差化された交差点も多い。京都府内の区間も、整備度が良いが、随所で、速度違反の取り締まりが実施されている。大山崎ジャンクションからアクセスできる、 ケージバイパス、国道478号、洛南連絡道路、油の工事通り、第2京阪道路、阪神高速8号京都線の共用開始後は、国道1号や国道24号などとの連絡が良くなり、各路線に交通が分散されて、京都市南区での慢性的な渋滞は緩和された。大阪府内でも、対策として、大阪府道十四号大阪高月、 京都線バイパスの整備が進んでいる。国道171号池田バイパス単独区間は 25.8km と少なく、京阪間、阪神間の主要道と大半が重複しているのが特徴である。橋梁2005年度平日24時間交通量、大阪府見直市加谷の2丁目。ありがとうございます。